ずの弟子たち、きっと他人のことだろう、気にもしないで帰りを急ぐ。来たけれど明日もどうか、涙だけは流したくない、悲しみの涙だけは。どこかに消えて、秋のカフェテラスは恋人たち、きっと周りのことなど気にもしないで話に夢中さ。来たけれど明日もどうか、彼らのことも祈り続ける、自分が痛いのさ。二人は